はい、皆様おはようございます。2月24日、え、本日もあずりモーニングの方始まります。えー、MC はですね、えー、引き続き、えー私、アズリタレント、バンド鉛筆の田上かながお送りさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ということでね。 私、がっつりはスーツなんです。しかも黒いタートルネックなんか着てるからもう本当に <laughs>、犯人みたいな感じになってるんですけど、謝罪会見でも何でもなく、あの、ちょっとですね、硬い仕事をこの後しなきゃいけないので <laughs>、ちょっとあの、朝っていうこともあってね、あの、おしゃれーな服ではなくて、がっちりスーツでっていう形なんですが、まあ朝からね、こんな、可愛い格好を見たいであろう人たちも多いかもしれませんが、まあちょっとスーツでお付き合いくださいというところでございます。 はい。えー、そしてですね、皆様、えー、いつも通りでございますが、えー、私、マスクをつけておりません。なんでかっていうと、コロナ対策をバッチリしているからです。演者スタッフの件を行っております。えー、換気を50分に1回、えー、番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒をしております。そして、これが肝でございます、えー。除菌機器を導入しているということで、えー、私がマスクをつけずに、このようにラジオができているというところです。 そしてですね、皆様、鳥小屋ズリ FM のスタジオには窓がございます。えー、画面見ていただいている方、私の左手ですね、こちらに窓がございます、えー。緊急車両のサイレンや台東区の緊急放送がマイクに入って、お聞き苦しい点はあるかもしれませんが、その際はご理解いただけると嬉しいです。さらにですね、なんと、えー、番組はですね、随時コメントを読み上げることができますので、ぜひ気になる方いらっしゃいましたら、番組へのご質問等々、アットマーク、 アズパー FM をつけてお送りくださいすべ、えー、て大文字で AZPANFM AZPANFM でなっておりますのでよろしくお願いいたします番組の、ね、コメントできるんでねあの私がダラ,ダラダラ喋ってますけどあの皆さんのコメントもお待ちしておりますので、えー、お,あのお送りいただけると嬉しいです はーい、えー、この「鳥小屋ズリーフム」はですね2020年10月10日に突然台東区にできた放送局です日本一尖った放送局として史業から AV 女優の野球番組映画番組などを多種多様な番組がたくさんありますので誰でも一つはお気に入りの番組おしめの番組がありますでは鳥小屋ズリーフムはどうして生放送を見ることができるかあ どうやって、えー、生放送を見ることができるかをおさらいいたしましょう、えー。まずはですね、鳥越あずうり FM で検索をしていただくと、このような画面にたどり着きます。えー、Google 検索で、鳥越あずうり FM と、えー、入力いたします。鳥越は、えー、鳥に超えるあずうりカタカナ FM は大文字で FM でございます。はい。そうしますとですね、 トリゴヤズリ FM を Yahoo や Google 検索エンジンから検索していただくと生放送がすぐ見れるローカル放送局ということで、はい、こういった、ね、画面が出てまいります FM とついているんですけれどもスマホやパソコンで音声のみにモードもできるのでそちらでも聞くこともできますし見るラジオということで見て聞いて視聴者さんもツイッターから参加できる放送局となっております トリゴヤズーリ FM は視聴者参加型の放送局ですのでツイッターでコメントをいただきましたらこのスタジオから皆さんの声が生放送中に届きます、はいえー、先ほど、ね、私が、えー、お伝えしましたけれども口を酸っぱく、えー、何回もお伝えさせていただきますそれだけ、えー、皆様の声が聞きたいなと思っております、えー、ツイッターを送る際はですね先ほど画面見ていただいたとおりあのポ,イ、えー、ポチッとクリックしてもらうボタンがございますので、えー、そこを押していただくとコメントができます はい、スタジオでですね、スタッフさんがコメント持ち込んでくれますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。そして、番組 MC と視聴いただいている皆さんの身近になれるそんな放送局として、これからも頑張ってまいります。さらにですね、生放送を見逃したという方は、なんとですね、アーカイブがございます。ホームページの、えー、方を拡大していただきますと、過去のアーカイブがございます。ここをクリックしていただきますと、えー、日本、えー 過去の放送に行くことができます。えー、番組ごとに、えー、チャンネルがまとまっておりますので皆様チェックいただければと思います。はい、えー。この日本一尖った放送局を皆さんで盛り上げましょう。よろしくお願いします。友人ご家族にもお披露目ください。ここでですね。 ほとんど知らないかもしれませんが、あえて宣伝させてください。えー、鳥越アズリ FM は、スタッフさん、写真出ますかなん、なんと、あの年末年始、よくテレビに出る、アメ横のビジョンに、鳥越アズリ FM が1年前から告知中ということで、えー、画像を見ていただきましょう。はい。こちらでございます。ちょっと、えー、カーソルを動かして皆さん、いただきあスタッフさんい、動かしていただきますと、なんと、はい。 わかります皆さん、このビジョン、アメ横センターというところでですね、アズブリ FM がなんと CM をやっているので、立ち止まって見てもらえたらと思います。はい、えー、がっつりですね、ここで何回もあの見ている CM がなんとなんと出ているという、<laughs> 私も知らなかった。<laughs> はい ぜひですね、注目していただければと思います。そしてですね、皆様、えー、いつもですね、朝お聞きいただいている、えー、曲なんですけれども、えー、こちら、鳥越アズリ FM のテーマソング、慣れぬものになれです、えー。この曲はですね、鳥越アズリ FM の高橋代表が作詞を手掛けております、えー。その歌詞に関西で活躍するマルチリンガルシンガー、シオンさんが曲、そして歌を乗せて完成したのが、この慣れぬものになれです。 えシオンさんはエレファントカシマ氏、ケスメイ詞やファンモンなどを手掛ける音楽プロデューサー、柳桝さんの楽曲提供を受けた素晴らしいシンガーさんです、えシオンさんの冠番,冠番組がなんとございまして、毎月第1、第4月曜、12時より、ハッピートークウィズ、シオンということでえ番組が行われておりますえ、ぜひそちらも注目ください。 そしてこの番組はですね台東区の企業さん、お店さん、お教室企業などかなり優先的にご,ゆご紹介する番組となっております。えー、最近は鳥越アズール f m にゆかりのある方でしたら台東区以外でもご紹介しております。 はい、えー、ぜひぜひゲストさん募集しております。実践打線問れませんので、PR したいという方は、こちら、電話番号がございますので、お問い合わせください。070-5563-9773。070-5563-9773までお願いいたします。他にですね、ホームページ、インスタ、ツイッターもございますので、そこからお声かけていただいても大丈夫です。また、ゲスト参加をいただいたら、一件、どなたかご紹介をしていただくというコーナーも模索していきたいので、今後ゲストでお越しになる皆さん、よろしくお願いいたします。 えまた推薦やこの店に連絡してほしいなど局への要望もお待ちしております、えー、どんどん募集させていただきますのでご協力いただけると嬉しいですまたポスターを貼ってくれるお店さんを募集しております、えー、ポスターはですね私の後ろにあるようなポスターになっております、えー、写真をこのポスターを貼った写真をいただけましたらね、えー、局の方が Twitter や Instagram で投稿を お店の紹介とさせていただきます投稿させていただきますで、ねはいえー、こんな感じで貼ってくださいというところで今画面を見ていただいている方はわかるかもしれませんこのような形で貼っていただくと大変嬉しいですはいポスターを貼っていただきますとですね、えー、私も含め MC や番組の、えー、ゲストさんもあなんだろう これアズリ関わりあんのかななんていうふうに親近感が湧きますので、えー、ぜひご協力いただけると嬉しいですぜひ協力しますよというお店さんも先ほどの連絡からお願いいたしますはい、えー、もう一度ですね、えー、ゲストのご希望の方そしてフライヤーを貼っていただ,くたいただける方、えー、電話番号をもう一度お伝えしますのでお問い合わせください、えー、0705563-97730705563-9773までお問い合わせください そしてですねスタッフさんも随時募集しております。はい、えー、この番組はですね放送も含め、えー、AI や無人操作では放送できません。 スタッフさんありきの番組ですので募集をしております。えー、ぜひですね、私と共に、えー、番組作ってくださる方いらっしゃいましたらお問い合わせください。えー、時給1,072円、勤務時間は7時から24時、えー、日数週3日以上、雇用形態はアルバイト、社員登録などなど、えー、皆様のご要望にお答えできるということでございます。インスタ、ツイッターの DM、メールから受付してますのでご興味ある方お問い合わせください。 はい、えー、以上ですね番組の冒頭のお話になりましたさてさて、えー、曇り空となっております、えー、お天気情報を見ていきましょうはい、えー、皆様をネットで各自で調べているかと思いますが、えー、この天気予報、えー、私もですね毎回毎回こうやって番組で放送してあなるほど明日から天気がグズつくんだななんていう風に思ったりしてて <laughs> あのあいつあのー 選択したらいいかなんていう風なものを考えたりするんですけど、はい、ご準備整ったということで、えー、見ていただきましょう、えー、本日24日、金曜日、曇り、夜の初め頃一時的に雨ということで。 はい、えー、この後雨が降るらしいです、私は傘を持っていないので、背筋が凍りましたが <laughs>、えー、皆様お気をつけください、えー、降水確率、えー、6時から12時10%、えー、12時から夜の18時ン、えー、0 18時から24時50%、日中の最高気温が13度、明日の25日土曜日、曇り昼前まで時々晴れということで、明日は少し晴れ間が見えるのかな、はい、えー、0時から、えー、12時までが降水確率10%。 えー、お昼十二時から、えー、夜の二十四時まで、えー、降水確率二十パーセント。朝の最低気温六度、日中の最高気温十一度となっております。少し暖かくなってくるんですかね。はい、続きまして、週間天気予報を見てまいりましょう。あさって二十六日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率二十パーセント、最高気温二十十二度。 最低気温が2度27日月曜日晴れ時々曇り降水確率10%最高気温13度最低気温2度28日火曜日晴れ時々曇り降水確率10%最高気温18度最低気温が4度、えー、3月になりまして1日水曜日晴れ時々曇り降水確率20%最高気温19度最低気温6度3月2日木曜日曇り後雨あ えー、降水確率50%最高気温15度最低気温8度となっています、えー、こちらですねお天気、えー、明日から少し晴れ間見えて、えー、3月の、えー、また週末からお天気ぐつづくということですので早めにお洗濯していただければと思います暖かくなってまいりましたので体調も、えー、悪くならないようにお気をつけください、えー、さて交通状況も見てまいりましょうはい、えー、高速道路の交通情報は特にございます ありましたねはい、えー、こちらちょっと、えー、左側かなちょっと動かしてもらってもよろしいでしょうか。はいこれ以上行かない。はいえー、と首都1号上野線本町出入り口から上野出入り口、えー、1.5km 約3分の混雑をしているということでございますので、えー、そちらを。 そちらををご利用いいただだくく方はお気を付けください一般道路の交通情報ですね、中央通り、都道452号線台東区上野7丁目付近より376メートル約2分の混雑、春日通り、都道453号線台東区上野6丁目付近から396メートル約1分の混雑、都道452号線台東区上野7丁目付近から459メートル約2分の混雑、 国道四号線昭和通り台東区東上野の二丁目付近から三百九十五メートル約二分の混雑。篠葉通通り都道四百三十七号線台東区上のな上の二丁目付近から七百四十二メートル約五分の渋滞となっております。えー、渋滞、えー、高速の方も少ないとは言いつつも、えー、ありますので皆様お気をつけくださいませ。さて鉄道情報も見てまいりましょう。はい。 えー、鉄道の方、ちょっと遅延が多そうだぞ。はい、えー、湘南新宿ライン、えー、遠くか、あありがとうございます。あ 短かった、少なかったですね。はい、大丈夫です。えー、東急池上線、こちら、遅延が出ております。ちょっと内容を見てまいりましょうか。はい、東急池上線、遅延しております。えー、久原から、えー、千歳町駅間での車両点検の影響で列車に遅れが出ているということです。えー、東急池上線、お使いの方は早めにあの家の方を出てください。そして、長、え、銚、ー、子電鉄の方も、えー、変わらず、えー 運転情報ありますので、えー、感染予防拡大防止のため、えー、本数減らしているのかなはいあの、お気をつけくださいませ、えー。調子電鉄ご利用の方は、えー、随時チェックしていただけると幸いです。えー、以上、鉄道情報でございました、えー。それでは、台東区より正式に許可をいただき、アズリモーニングで台東区情報を発信することとなりました。新着情報を中心に気になるトピックを紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目、私が選んだのは、はい、久しぶりですね。 ふるさと交流ショップ、対等に高知県秋市が、えー、出店しているということです。これで秋市って読むんですって。多分これ、暗芸師って読んじゃいますよね。<laughs> まあまあまあ、そんな話はさておき。はい、高、え、知、ー 高知県の秋市の方が、えー、来てくださっております。はい、えー、高知県といえばゆずですよね、えー。そこから芋けんぴだとか、えー、秋市の野菜等々を売っているということですので、お近くの方、えー、ぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、コロナ対策バッチリして、えー、ぜひ楽しんでもらえたらと思います。 ね楽しそうなそんな雰囲気でございます一回で、ね、私もふるさとショップ行ってみたいななんていうふうに思っておりますがはい、えー、もう一個行きましょうかねはい、えー、リサイクル協力店ができましたというところです令和五年一月桜谷台東店というところで学生服のリユース買取販売などが、えー、認定とされました リサイクル協力店一覧も載っております、えー、お子様いらっしゃる方、えー、学生さんですね学生さんのお子様いらっしゃる方是非、えー、確認していただいて、えー、ご,購ご購入いただきますと、えー、安く手に入るもそうですしなかなかね私もそうでしたけど学生服とか、えー、ランドセルとかってあのその時限りで使わなくなってしまいますので。 こういったところを使ってですね、えー、ぜひ SDGs ですよね、まあ、企業さんがゆたっている SDGs をですねあの、ぜひ皆様もご家庭から、えー、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、えー、こちら、電話番号等々と、えー、ホームページ見ていただくと分かりますので、えー、台東区のホームページ、ぜひチェックいただければと思います。そして台東区でのイベントを1つ。 もう一個ですね、私以外に局からご紹介したいものがあるというふうに聞いております。えー、なんと、柳橋にあります、に、日本コパックさんですが、自社の1階にてワークショップを開催しているということでございますので、えー、まずは動画を見ていただきましょう。皆さん画面に注目ください。どうぞ。 はい、えー。皆様に見ていただいた動画は、えー、日本コパックさんの、えー、映像でございました。なんとですね、コパックさん、本日、えー、2月24日と3月11日にワークショップを行うということでございます。どうぞ体験してみてください。ヒノキの日というインスタも見てもらえると、えー、種のお野菜がわかります。これはどういうことなんだお野菜も販売しているのかな、えー、コパックさんは東京、 えー、コパックさんは東東京市というイベントを10月に行われますので通り越えアズる FM も出店予定ですまた、えー、この進捗はお話ししていくのでご注目ください、えー、すごくおしゃれな空間ということで私も気になります、えー、ぜひ皆さん本日と3月11日のみとなっておりますので、えー、ぜひお近くの方は柳橋の方まで行ってみてはいかがでしょうか えー、曲からのお知らせになります、えー、鳥越アズール FM が2022年12月12日から開局をしておりますはい、えー、こちらですねアズパンちゃんが織田信長の甲冑をつけてあっあっ 終わりあずりを盛り FM 盛上げててくれておりますはい放送はです、ね、10時から23時ということでございまして、えー、どんどん番組も増えてきております注目の番組も出ておりますので、えー、ぜひ皆さんこちらの「終わりあずうり」もよろしくお願いしますさらにこの「終わりあずうり FM」ですが12月4日神戸間で記者会見も行われたそうです5つ監督ジャガー横田さんもこの会見に参加されました 終わりでも番組が放送されるということでしたがこの日は「終わりアズリ FM」開局ソングも発表されました今流れていますですねこのあの綺麗な曲が「スタートアップ」という曲だそうです開局ソングはこの曲にゆかりのある方が曲を作ったということでございますアズーリ FM チームということですね、はい、え作詞は我らが高橋代表 えー、そして作曲はミラノさん、えー、毎週金曜の15時から MC をしていますということでございます、シンガーミラノの「ミラノ通信」という番組ですね、はい、毎週金曜ということで、えー、この後あと5時間、6時間後ですかね、はい、しかも、ですねなんとこのミラノさんの番組に、ま、本日ミラノ通信に爆風スランプのパッパラ川合さんが登場しますということでございます。はいこの方今 皆さんがお聞きしているアレンジャーをしている、えー、そのパッパラーさんがなんと今日いらっしゃるということですので、えー、このまま「あずるいも流していただけると嬉しいですそんなパッパラー川合さん毎月第一水曜の MC 爆風スランプにて、えー、こちら番組を放送しているということでございます毎週水曜日、えー、10時からということでございます、えー、ぜひですね皆さんご注目いただければと思いますはい 鳥越アズーリ FM そして終わりアズーリ FM ぜひぜひこれからもよろしくお,いお願いいたしますあ終わりアズーリ FM をぜひ検索してみてください、えー、そしてですね今年2023年もアズーリ FMGP 高橋代表は今年も来年ももちろん開局をしていきます高橋代表があなたの街にセミナーを呼ばれたら開催します 詳細は先日放送されました局のどこかで再放送していますので見てみてくださいということでございます。どんな話をしてくれるか楽しみですね。はい、えー、ぜひ気になるよという方はまず番組をチェック過去の番組をチェックしていただきまして、えー、ぜひお問い合わせください。 さあ、ここからはなんと、素晴らしいゲストさんがラッシュということでお伝えさせていただきましょう。はい、えー、鳥小屋ズリ FM に行きましたが、一旦終わりアズリ FM に戻りまして、なんとかなり盛り上がってきているという話です。早速、27日、特番が行われる、おー、すごいですね。行われまして、27日の特番になんと、元中日ドラゴンズを少し前に引退して、ちょっと前まで現役でした、この選手が来ますということで、誰だドン はい。平田良介選手が来てくださるということでございます。すごいですね。どうやって呼んだんですか <laughs> <laughs> まあ、WBC も近いですしねはいえー、とっても盛り上がるんじゃないでしょうかそしてえー、我らが鳥越あリアズー UFM に戻りまして野球つながりで野球番組でも、えー、盛り上がりは負けてませんしたらアリサさんっていうセクシー女優さんがやっている野球番組内でもこの平田さんの選手、えー、平田選手のことが盛り上がりましたが負けてないですよえー、なんとああちょっと待ってくださいねその前にですね番組 何時からやってんだって話ですよね。えー、設楽さんの番組はですね、毎月第2、第4月曜の8時から、えー、時間帯が昼から夜になりましたので、生放送をぜひ見てみてください。そして、次回の放送になんとなんと、 広瀬さんが出て、えー、く,だくださるということでございます。えー、私が、なんと、ちょっといろいろお世話になっている、広瀬さんが、なんと鳥越アズリ FM にも出てくださるということで、私も非常に嬉しいです。はい。フーさんはですね、えー、元プロ野球選手ということでございます。えー、元日本ハムですね。はい。えー、こちら、ウィキペディアにも載っている、 はい、もうすごい面白い方なんで、まあまあまあ、その話はですね、後ほど、えー、お話、掘り下げていきますので、えー、ぜひご注目いただければと思います。えー、そしてですね、3月5日の島の、島の絵定食に、なんと、ネズミ先輩が来てくださるということで、懐かしい私も見てましたよ。ぜひ、あの、島の、島の絵 FM、あ、島の絵定食さんも、3月5日19時に、 はい。来てくださる。ネズミ先輩ゲストで来てくださるということで、こちらもぜひご注目ください。えー、そして、鳥屋アズリーフンではプロレス番組が10個ございます。皆さんご存知でしたかえー、アズーリのプロレス大会の話題ですが、こし、今年のアズーリ開局3周年記念プロレス大会の日が決まっていますので、まずは動画をご覧いただきたいと思いますが、ご準備大丈夫でしょうかはい。それでは皆様見ていただきましょう。画面を注目してください。どうぞ。 黒石祭りスタート はい、見ていただきました。皆さん、どうでしたでしょうか。えー、1周年、2周年の、そんな映像を見ていただきましたが、すごい盛り上がってますよね。私も見に行きましたが、すごく、私はプロレスのことを詳しくま、まないんですけど、えー、すごい戦いをされているんだなというのを、周りの観客さんの反応を見て知ったんですが、そんな、すごい、プロレス大会が10月15日、新宿フェイスで行います。どんどんビッグになって,ってますね。 はい。先行チケット販売は4月予定です。えー、今年も手帳に10月15日と掲載をしていただければと思います。ぜひ皆さん駆けつけてください。そして、鳥越あズり FM のオンラインショップでしか購入できない商品を紹介する番組もあったのは、皆さんご存知ですかはい。えー、タカハっていうね、なんか何かを多分もじっているというね、感じなんですけれども、これ、 なんと、MC が、時折私の番組でも出ている鈴木さんが MC をしているということでございます。もう、なんだか、あの、バイトなのか社員なのかようわからない鈴木さんが頑張ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、サブ MC に岡本さんがやられているということです。はい、えー、こちらですね、プロレス大会、先ほどのプロ,レスプロレス大会の T シャツも販売しています。はい、そして、 T シャツといえば、鳥越アズウリ FMMC とアズパンコラボ T シャツ企画ができまして、なんと第1弾は、このピンクの小野さんのお、えー、T シャツでございます。かわいいピンクのフライヤーでね、目引きますね。こちら、えー、特別あ特別じゃない、税別価格で4000円となっております。XL のみプラス1000円ということでございますので、えー、ぜひ、 FM そして小野さんの番組盛り上げたいなという方はぜひこちらご購入ください、えー、毎月第1第3土曜日の21時からとなっております小野さんの番組ぜひ盛り上げていってください、えー、各番組 MC さんとのコラボ企画もどんどん開始していきたいと思っておりますはい、えー、こちらもあずーりの公式 FM とあー失礼しましたこ,こちらもあずーりの公式ショップと小野さんのコンサートで注文ができますので皆様よろしくお願いいたします ではここで鳥小アズル FM に協賛またスポンサーいただいているお店さんをご紹介していきたいと思いますはい、えー、ベニヤさんでございますこちら ね、いつも気になるんですけど、なかなか行けておらず。はい。えー、東京都台東区台東2-19-9にございます。このベニヤさん。なんとスタッフさんのお話、いわく、店内広々、そしておかみさんがご丁寧に接客していただけるという、してくださるということで、えー、ぜひですね、焼き鳥食べたいなぁなんて思ったら、えー、電話番号03-6806-0721、03-6806-0721までお問い合わせください。えー、都営地下鉄大江戸線新町駅より徒歩 6分となっております、えー、皆様よろしくお願いいたします、えー、そしてもう1店舗、えー、株式会社ブレスさんのご紹介ですはい、えー、共産企業であります株式会社ブレスさんですがはい、えー、ビルマンション共用部を主とした電気工事会社です BS アンテナの新規設置交換や LED 照明の新規設置交換など基本的な電気工事は全て対応が可能です 漏電駆け付け、急な停電の仮設工事も行っています。急な駆け付けができる会社は貴重ですよね。インターホン工事や BS アンテナ工事も対応が可能です。実は、鳥越アズリ FM の電気工事はすべて株式会社ブレスさんに工事をお願いしまして開局をしております。えー、こちら。 えー、なんとブレスさんが開局をご協力いただいているということで一番アズーリ FM がブレスさんの凄さを分かっているのではないでしょうか、えー、ご相談はお気軽にブレスにお電話してください、えー、電話番号ございます03-5829-497803-5829-4978ですファックスもございます03-5829-4979 となっておりますので、えー、お間違いないいいなようお願いいたします以上株式会社ブレスさんのご紹介でございましたそしてなんとなんと、えー、共産企業さんの間を挟みまして、えー、もう一つ局から注目のコーナーがあるということです、えー、木下半タさんの「風呂上がりラジオ」が昨年末まで鳥越アズール FM で放送されておりました ハンダさんといえば、えー、仮面ライダーリバイスの脚本家として注目の小説家ですが、この度ハンダさん作品が芝居になったということでございまして、主演はなんと、仮面ライダーアギトでデビューされた歌手トーさんでございます。私もアギト世代なので、ここで歌手さん来ますかというね、なんかちょっとテンションが上がりますが、ハンダさん歌手さんたちで劇団ユニットをされてまして、公演がありますということでございますよ。はい、えー、フライヤーありますかね ドン3分の1、えー、新宿シアターモリエルいいとこですね。やっぱね。はい。えー、そこで、えー、やっているということでございます、えー。すごく面白いというスタッフさんの情報も来ておりますので、ぜひ見てみてください。ちなみに、ハンダさんの番組のアーカイブにゲストでガシューさんの放送,局放送会がありますので、こちらも見てから鑑賞するといいかもしれません。えー、こちら、3分の1、3月1日、これからですね。はい。来週から来週から、えー、3月1日。 から5日始まっておりますえチケットは1月27日から販売しているということで早めに皆様あのーごえ予約しないと売れちゃうんじゃないですかはいあのー、結構ご注目な感じでね綺麗な方とかっこいい方が揃っておりますよ皆さん <laughs> どんなどんな PR だって話なんですけどはいえーぜひですね A チーム B チーム C チームとありますこちらカシューさんは全部出られるのかな ね、なんかそんな感じですよねはい、えー、ぜひ皆様シアター盛エ得ルまで足を運んでみてはいかがでしょうか、えー、それではですね爪の病院屋さんの CM をお届けしたいと思いますので間を挟みたいと思いますそれでは皆様画面を注目してくださいどうぞこれぐらい安売ゲームご視聴の皆様こんにちははい、えー、私これぐらい安売ゲームのオーナーやっております今日はなんと 私がずっと施術を受けているこの爪の病院さんに来ていますこの爪の爪病院さん、いろんな形でこの今までの巻き爪とかのもので画期的なことをやられているということなので今日はそれを体験してみたいと思いますさあ皆さんカメラと一緒に参りましょうはい、えー、とこんな風に相反に座ってですねいい感じでございますけれどもここから施術が始まるわけでございます やっと終わりました。優しくて、痛みもなくて、非常に快適に終わりました。皆さんもですね、爪のことでですね。少しでお,お悩みの方がおられたら。この浅草橋、丁目、爪の病院屋さんにですね。ぜひ、お越しいただいてください。トリプルアズエフは保証します。巻き爪や変形爪で、お困りの方、爪の病院屋さんへ、ご相談ください。お待ちしてまーす。 はい、えー、見ていただいたのは爪の病院やさ病院の CM でございました高橋代表が巻き爪ということで体験から CM にしちゃったということでございます、まあ、こんな感じでですねあずりモーニングで C も CM を作成して PR したい方いらっしゃいませんでしょうか、えー、制作費が2万円毎月 PR 料金5000円ということでございます、えー、こんなね金額でできるのってすごいですよね今 月5000円で新聞も折り込みもチラシもできないですしホットペッパーも3万円以上毎月かかると聞いているということなのではいあのたなかなりお得なのではないでしょうか、えー、ぜひ気になるよという方は各種 SNS からお問い合わせくださいもちろんメールもお待ちしておりますはいちなみに爪の病院屋さんは 元日のアズモニにもズーム出演していただいたということでアズリ FM ととってもゆかりのあるお店さんだったんですねはい、えー、ぜひ今後も応援していただければと思いますし PR したいよーという企業さんお待ちしておりますさあ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 お時間今日は私一人しかいないので皆さん察しているんじゃないでしょうかはい、えー、ちょっとベラベラと私と20分ぐらいお付き合いいただければなというふうに思っております はい、えー、先ほどですね広瀬哲郎さんの話したと思うんです。なんと私、実は広瀬さんとです、ね、YouTube やってまして、えー、そのご縁でですねなんかあのいろいろな方と知り,知り合わせていただいておりますそんな、えー、広瀬さんの話題があったのでちょっと広瀬さんの話題を掘り下げていきたいなというふうに思っておりますなんとですね広瀬さんとタイムリーにあさってイベントがございますあ明日だ、明日た、明日2月した。 4日なんで2月25日に、はい、イベントがございます。まだお席あるということなので、えー、ぜひ気になるよという方は私の方の Twitter からお問い合わせください。フライヤーございますのでちょっと見ていただきましょうかね。はいふ、えー、ッふさん出せたりしますはーい。お願いします。ありがとうございます。えー、なんと この先ほどお伝えしました YouTube 番組の話をちょっと触れたと思うんですけど、えー、その YouTube 番組の公開収録というものをさせていただいております。えー、広瀬さんと直接お会いできるそんなイベントとなっております。えー、入場料は2500円の税込み。料金は当日受付でお願いします。えー 2月25日、えー、そこからは3月18日以下土曜日と決まっておりますので、はい、日程の変更等々は YouTube や Twitter でお知らせさせていただいておりますので、えー、ぜひチェックいただければと思いますし、えー、今回はですね、下北沢での あの収録になっておりますが、え基本的には毎回、池袋のキッチン、アジトさんを使って、えー、公,開すき公開放送をしております、えー。先ほどね、いろいろお話ししましたが、あの私、なんと制服、ねあのー、使わなくなったらいらなくなるじゃないですか、みたいな話をしたと思うんですが、なんと、この YouTube 番組がですね、学校をテーマにしてですね、やっているんですよ。 あの広瀬さんを先生に見立てて、えー、私たちが生徒で私が、まあ、学級委員みたいな立場でやっているというです、ね、番組で制服いまだに着てるんですよ私今年31ですよ本当に <laughs> いいの31歳制服しかもガチモン私の元母校のですね制服を着てやってるんですでも廃校になってるんでねあのプレミアモンなんですよまあ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 そんなことはさておきなんですけど はい。そしてですね、なんと、そんな公開収録もありますが、え先ほど WBC 触れたと思います。なんと、広瀬さんと WBC を、あの、観戦しましょうということで、広瀬さんの解説付きです。 はい、下北沢フルスイングさんで行われます、広瀬さんとのこのイベント、3月9日から12日まで全てやっておりますので、ぜひご興味ある方は下北沢へ急いで、えー、駆けつけてもらえればと思います。えー、19時から22時の飲み放題、えー、女性が3500円、男性4000円でやっているということでございます。えー、ぜひですね、私も、なんと、 10日と、えー、11日に、えー、出ますので、私はあの野球全くわからないんで、あの野球わからない目線でのお話をさせてもらうと思うので、はいぜひ興味あるよ、気になるよ、会いたいよ、なんていう方はこちらの方もご注目いただければと思います。もしかしたらですね、一緒に飲めるかもしれないんでね、<laughs> はいあんまり飲みすぎると私ポンコツになっちゃうんで、あんまり飲ませないでほしいなというふうに思うんですけど、はいあのぜひ皆さん下北沢もよろしくお願いいたします。 そう、制服の話しちゃったんで余談なんですけどこれまだあの情報公開してない、えー、のであの丸日っちゃ丸日なんですけどまあ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 あのいつって言わなければ大丈夫なんでお伝えするとですね私ね本当に三に31歳ですよ私あの今年メイド服着る日が来るんです今度 <laughs> 正気かって思ったんですよ頼んだ相手にあのメイド服を着てですねあの私と会える日が。 近々あると思いますので <laughs>、えー、ぜひですね、ツイッターの方を見て、あの駆けつけていただければ、あのもう二度とないと思いますよ <laughs>。もう、あのー、本当に 一番さ旬なのってだ20代前半ぐらいだと思うんですよ女性のねなんかそういうコスプレとかして可愛いなんて言われるさ時代が <laughs> そんな時ではなく30代になってなんで制服着てさメイド服も着るかもしれないとかさもう不思議な状況なんです私ので <laughs> <laughs> あの日焼かし程度に遊びに来てもらえたらいいなというふうに思いますはいそんなね私なんですけれどもなんかねいろいろめちゃめちゃあるんですよツイッターに更新しきれないほどその 広瀬さんのね、イベントももちろんあります。はい、野球のイベントあるんですが、えー、2月の26日、あさってですね、えー、こちらはなんと渋谷ストリームの方でやられるですね、ネクストガールズコネコレクションっていうあのー、ファッションショーございます。えー、結構大規模な、えー、イベントとなっておりまして、なんとそちらの MC をさせていただくことになっております。パンダ鉛筆は、あのー、ちょっとビッグなステージでやらせていただいております。えー、こちらですね、なんと、 渋谷ストリーム満席だそうですね。うん なので、オンラインチケットのみでしか、えー、ちょっと拝見ができないということでございますあ。ありがとうございます。そうなんです。私が主役になれる物語ということでですね。えー、これから芸能活動を目指そうと思っている方。えー、すでに芸能活動をしているんだけど、さらに飛躍していきたい、アピールしたい方。えー、そしてですね、普通にお勤めされているんだけれども、もっともっと、えー、自分のことを知ってもらいたい。えー、私にはテーマがあるというところでですね、それぞれの人生をぶつけたファッションショーとなって、とってもドラマ なんですよ、えー、3今回で4回目で前回の3回目に私ちょっとあのー、見学させていただいております結構これあの熱くなりますよちょっと泣かされるというかですね本当にあの彼女たちがあの思いを本当にぶつけてくる、えー、ファッションショーなのでちょっと一風変わったファッションショーになるのではないかなというふうに思います、えー、こちら中身がですねなんか結構面白くて、えー、最初は私服 えー、そして2回、3回ランウェイがあるんですけど、1回目のランウェイが私服、えー、2回目が,が、えー、モード学園さんとのコラボで、えーまあ、他者紹介みたいな感じで、はいえー、皆さんが、あのー、その出演者、 がえ、そう、どんな風になるのか私も分かってないです。えー、そして3回目は自分、自己 PR ということで、えー、自分の持っている最大限のものをぶつけるという、もうこれがまた泣けるんですよ。はい。ので、ぜひですね、注目していただければと思います。オンラインチケットはまだ残ってます。まあ、パンの鉛筆も衣装買いするかっていう風に思うかもしれませんが、全くしません。MC として完全徹底しますので、あの、私はスーツだし、えー相方 パンダはパンダだしあの華々しくないですはい白黒衣装で頑張りますので、えー、ぜひ皆様あの応援していただけたらなというふうに思います本当にね結構2時間ぐらいの長丁場なんですそんな MC は久しぶりということでですね、えー、応援駆けつけてくれると大変励みになりますはいもうほんといろんなものが決まってましてえー、なんとですね えー、3月も、あの、中野の方で、えー、お笑いライブやらせていただきますし、 ここだけの話、えー、もしかしたら、えー、5月末から6月頭に、えー、こちら、なんと単独ライブ、えー、計,計画中でございます、はい。もうそろそろですね、会場を抑えないとやばいぞというところでございまして、はいあの、なかなか皆様に告知ができないというね、日付も決まってないということで、えー、そうなんですよ、皆さん。なのでぜひパンダ鉛筆、そう。 べちゃべちちちゃゃゃべべ喋ってるけど私 MC じゃないかって思われるから MC のせいでしちゃったんですけどお笑い芸人なんですそうそう「メイドッグまーす」とかさ「制服着ます」とかお前はタレントかまあタレントっちゃタレントなんですけどツッコミどころ要素満載なんですがあのそうなんです私お笑い芸人お笑いコンビパンダ鉛筆 で、えー、活動しておりましてお笑いライブもですね、えー4月あ、3月はたくさんございます、えー。毎週木曜日の池袋、ラスター池袋に出演はしているんですが、あ池袋飛び越ええー、中野でもやらせていただきます。4月は引き船の方での、えー、イベントも決まっておりますので、えー、皆様ぜひお笑い見てみたいなという方いらっしゃいましたら、えー、お越しいただけると非常に嬉しいです。えー、そして5月、6月にかけてですね、あの単独ライブを絶賛計画中でございますので、その続 も楽ししみにしていたただけたらなといいう,うに思います、えー、なんとですね私ですねお笑い、えー、生活4年目を迎えてるんですね今年で。なんですけどあのー、1年たったらずして解散ニコニコ鉛筆が解散しでさらにその前「えー、秘密兵器」っていう、えー、トリオをやってたんですけどその時は1年半。 1> 1年半まあ本当は1年で解散だったんですけどちょっとお仕事の関係で半年ぐらい、えー、伸びて1年半ぐらい、えー、一緒に活動してた時期があるんですがまあお気づきの通り2年持ってないんですよ2年目を迎えられてないんですよなんですけどパンダ鉛筆2年目迎えようとしてるというところで結構 結構頑張って華々しくやっていこうというような計画も立てております。で、えー、チケットの販売はクラウドファンディングを使用してですね、やらせていただこうというふうに思っております。えー、なかなかパンダ鉛筆、グッズ展開もしなかったです。えー、グッズ展開もしようと思っております。そしてですね、私の、あのー、思いというか、 えー、あってですね毎回単独ライブでは何かの告知をしようと、えー、考えております。これは私の近況になるのかはたまた、えー、パンダ鉛筆の何かの発表なのかそれはちょっとお越しいただいた方にのみしか、えー、言えないところではございますが、えー、私もいろいろ考えておりますので、えー、ぜひ今後何をこいつら考えているんだろうなんていうふうに思っていただけたら、えー、非常に嬉しいなというふうに思っております。 はいといととうことでですね私の話をするっていうのもなかなかないと思うんです。うんあのー、いろいろありましてです、ねえー、私もともと舞台役者をやっておりましてで、えー、鳥小屋ズリ FM さんもですね 役者ではないか。役者ではなく、お,お笑い始めてから、あの、学クラブっていう、S、MC をさせていただいたタイミングで、あの、阿部学さんっていう方と出会いまして、その方の延長線上であずリり FM さんと関わることになりまして、で、そこから、あの、ニコニコ鉛筆、先ほど話をして、しました。えー、ニコニコ鉛筆で、ニッコニッコな金曜日っていう番組をですね、おととしの、えー、11月ぐらいまでやってたのかな。 はい12月ぐらいまでやってまして、まあ、なんだかんだ言ってあの鳥越あずり FM さんとはすごく、えー、3年4年ぐらいお付き合いをさせていただいているのかな,なんかお笑いとほぼほぼ変わらない時期に関わらせていただいたのかなというところで鳥越あずり FM の朝のこのモーニングっていうところで、えー、ずっとこう皆さんとですねいろいろお話をさせていただいておりましたがまあいろいろその。 で4月にこうだよ、5月にあ,あだよなんてお話もあったりですね、ちょっと前にイギリス、イギリス、イタリアに行ってたりもしてまして、ちょっとイタリアでのえお仕事ももしかしたらできるかもしれないということで、そのプロジェクトの立ち上げだったりとか、えー、パンダ鉛筆もですね、結構大きく動いております。えー、その関係でですね、私がなんと、 なんで最初謝罪会見なんでしょうかみたいな話をしてたと思うんですが、えー、私、えー、3月をもちまして、鳥越アズーリ FM のこちらのアズーリモーニング金曜日の方を卒業させていただくこととなりました。はい、えー、皆さんね、長らく1年ちょっとお付き合いいただいたのではないかなというふうに思っておりまして、えー、このね、つたない、たまーに神々、今日は神々会でしたけど <laughs>、噛んだりとかね、えー、する。 えー、MC でしたけれどもあの皆様とねいろいろ番組が作れて本当に良かったなというふうに思っております。えー、私、えー、3月10日と、えー、31日の2回をもって、えー、終了ということになりますのであと2回、えー、皆さんとですね。 あの番組作っていけたらなというふうに思っておりますので、えー、ぜひですね、番組の方盛り上げていただけたらなというふうに思いますし、えー、アズリ FM さんも引き続き皆さんで盛り上げていってもらえたらなというふうに思います。そうなんです。だから、ちょっとね、ふと振り返ると、なんかね、このまま卒業するとになっちゃったけど、まだいるんだけど、あと2回 <laughs>、あといるんだけど、あのー、4年、3年かな ?3 年 ?2 年。まあ、2年は確実。うん えーまあ、ご縁があってということで、えー、皆様本当にお世話になりましたというところでまあ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 そんなね締めっぽい話はまあ、31日にして <laughs> あのもうちょっと気楽な話をしていこうかなというふうに思いますがまあまあ 本当ね、台東区さんのお店さん、本当にいろいろなゲスト様が来ていただいてね、あの、楽しかった、面白かった、とか。あと、皆さんもね、鳥越アズリエフエも通じ、台東区のお店さんもしっかり知っていただけたんじゃないかな、というふうに思っております。えー、私のテーマがですね、えー、地域活性とエンタメっていうところ、えー、そこの中に、えー、人材育成なんていうところも考えておりますもうなんかさ、セミナーみたいだよね、この風船さ、スーツ着て人材育成ですとか言ったら、お笑い芸人じゃなくて、こっからセミナー始まるのかみたいなね、 そんな話なんだけどあのー、もうそうそうそういうことも考えているので結構大きくいろいろ動いておりますうんなんでねツイッターの方ぜひ、えー、検索していただいて見てもらえたらなというふうに思いますツイッターねちょっと最近ねほんとにいろんなことがありすぎてあの亀さん亀さん更新でございますはい是非ですねえツイッター、Twitter、が私の ホームページみたいな感じになっているのでそちら見ていただくと、えー、私の活動情報というものが逐一手に入るというところでございますので、えー、皆さんよろしくお願いしますそして田上香なに会いたいよーとパンダ鉛筆見たいよーという方いましたらですね、えー、ラスター池袋毎週木曜日、えー、13時と14時50分の会に出ておりますので、えー、そちら来ていただくとあのビラ配って頑張ってますので、はいえー、ぜひお越しいただければなというふうに思います まあ、やめるわけじゃないのでね、活動自体を。はい。あの、あずりから卒業するっていうだけなので、えー、皆さん会いに来てくれれば嬉しいなと思います。そうです。直接会えちゃうんです。<laughs> まだね、あの、売れるように頑張りたいなというふうに思いますので、えー、引き続き、あの、何度も何度も重ね重ねを伝えておりますが、よろしくお願いします。そして、 YouTube、あのー、やってます。やってますというか、YouTube がタイアップで、えー、やらせていただいている YouTube がございますので、えー、あの、クラファンファン TV と検索していただくか、えー、パンダ鉛筆、えー、お笑い芸人で、えー、検索していただくと、クラファンファン TV ということで、えー、クラウドファンディングをもう一度見直そうという、えー、そんな番組をしております、えー。そちらの方も見ていただくとですね、まあ、相方にめちゃめちゃいじられる私が見れますので、はいあー。ありがとうございます。はい、検索していただいた。はい、あのー、 まだね、始まったばっかりでチャンネル登録者数も少ないですし、かつ、あの、なんと言ってもですね、あのー、なかなか動画が上がってこないという、あの、編集マンにめっちゃどついてるんですけど、はい。あの、ぜひこちらの方もご注目いただけると嬉しいなというふうに思います。先ほどの単独の話とかもですね、こちらのクラファンファン TV の方でさせていただいておりますので、ああ、ありがとうございます。チャンネル登録を。はい。そう。 わかりますこれでですねさっきのファッションショーの MC もするんですよ <laughs> 鼻がないよねーはいということで、えー、ぜひよろしくお願いしますはいあと2日、えー、ぜひ31日、えー、そして、えー、10日、えー、皆様と会えることをお待ちしておりますし、えー、ゲスト様もお待ちしております、えー、ぜひですねゲスト気になるという方いらっしゃいましたら先ほどお伝えした通り実践、えー、多戦問いませんので、えー、皆様 お問い合わせいただけると、えー、私と私とお話ししたい方はですねこの10日と31日のみになってしまいますので、えー、ぜひぜひ田上とっていう方は、えー、そちらを予約していただければと思います <laughs> 予約っていうとなんかあれですけどねはい、えー、各種 SNS から、えー、アズリ FM さんのところに問い合わせていただくと、えー、できますのでよろしくお願いしますお待ちしておりますはいということでですねわーわーっと お話ししましたが、えー、楽しんでいただけましたでしょうか。えー、鳥越アズリ FM、えー、金曜日、えー、これからも頑張って参りますので、えー、卒業は来月まではいますの、ね、で、4月に卒業ですね。皆様、お間違いないようによろしくお願いいたします。そしてですね、あのー 卒業してから新しい MC さんが多分来ると思います。今ね、私と、あの、もう一人の方とで回してると思いますが、えー、また新しい方で印象が変わってくると思います。そちらも楽しみにしていただければなというふうに思っております。まあもちろんね、アズリ FM さん、ゲストでこの番組出ませんかなんていう話、来ますよね。<laughs> きっと。 <laughs> はいそこでお会いできたらなという,ふうに思ってますので皆さんよろしくお願いしますはいスタッフさんも募集していますので、えー、スタッフさん、えー、そして、えー、こちらの番組に出ていただける方、えー、そして PR したい方、えー、CM 作りたい方、えー、どしどし台東区のお店さん 特に優先的に紹介している番組になっておりますので、えー、引き続きよろしくお願いしますパンダ鉛筆もよろしくお願いしますということで「えー、鳥越リ釣り f にモーニング金曜日パンダ鉛筆の高見かなが、えー、本日もお送りいたしました、えー、また次回は3月になりますので、えー、その時よろしくお願いしますではでは皆様またお会いしましょうありがとうございました